おはようございます。お元気ですか？今日は着物で海外から見た京都やってみたいと思います。よく海外の映画とか見ると、ハリウッドとかの映画を見ると、日本の京都とか着物とかなんかちょっとイメージ違いますよね。それをわざとやってみたいと思います。ちょっと派手めにしてみますね。ちょっとそれで外を歩くのは恥ずかしいですけれども、やってみますね。無印のコントロールカラーの青、さっきから勢いよく手で塗ってましたけど、まあ、急いでる時は手でもいいと思うんですが、これ入れていくとやっぱり入りやすいのでね、この方がいいですよね。ファンデーションは何でしたっけ、これカバーマークです。ちょっと厚めにします。あ、この辺を使ってみますね。マット感があって結構いいでしょ。キャンメイクのフィニッシュパウダー、眉毛は何の筆使ってるかって視聴者の方からねご質問があったんです。この色選びました。で、ここを決めたら、ここからふーっと入れていきます。ちょっと今日優しい感じに、ちょっと服得してみました。スーッと下ろそうかなと思ったんですけど、やめて取ります。かな、あとでまた眉描きます。これこっちですね、これ。今さーって入れていきます。さっきのこれですね、ここもこれを目尻にちょっと入れます。結構これ色が濃くつきますね。あ、でもなじませるとこういう色です。綺麗な色ですね。あ、いい感じの色じゃないですか。今日はピンクの着物を着ようと思います。でもレンタル屋さんだから、その着物があるかどうかちょっとわからないので、あればそれを着ようと思います。ピンクゴールドですって、綺麗でしょ。ほら、これここですね、ここ。最近気に入って使ってるクレヨン、チャコール色です。喜んで私いっぱい塗っちゃうんですよね。たるんだまぶた、これにこれたるんできてるので、ここちょっと上げたいと思います。いろんな種類も使ってみてるんですけど、これ本当はあのつけまつげ用なんですけど、こうやってこの奥に入れてあげます。ピッピッ、あ、難しいんですよ、目見えないしね。くってつまむとビヨンって取れるので、こういうことですよ。ここね、これこうペタペタしてるんです。これを今度こっち側も取ります。手ごわいです。こうです。ほう、ちょっとはまぶたを落ちてくるのを抑えられます。こちら、さっきのクレヨンで描いたところ、もう一回ピンク系なのでちょっとグレーっぽい感じの色使ってます。メディアリキッドです。
柱使います。プップップップ取ります。ちょっといろいろあるのでその辺ちゃん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 。3匹のクマがいます。つけまつげつけます。目尻の方が長いのにします。今日これ最近つけまつげつけるの回数が増えてきたのでちょっとは上手になったんですけどね。あー落ちちゃう。のりつけてます。なんか下を向いてつけるといいらしいです。できました。笑うとシワが出るので笑いません。なんかカッパみたいな顔になってませんか。あ、カエルみたいな顔になってます。大丈夫です。お着物に合わせてここの一番最後の部分の色を入れていきたいと思うのでちょっとこのまま残しておこうかなと思っています。この色使います。マットですね。花を囲んでいきます。ポンポンを囲む、うん、ここに入れてます。ここです。ここです。もう一度これ使います。鼻の上にシュシュシュ T の字。これ使ったことないですね。可愛いですよね。全体にうわーうん。今日髪の毛どうしようかな。私の大事な大事なお友達、もうどこへ行くのも一緒。これ皆様からどこに売ってるかっていうお問い合わせをいただいてるんですけれども、これお友達にいただいたものなんですね。お友達がネットショップをやっていて、そのお友達が購入3年ぐらい前ですかね、いただいたんですって。やってみてってどういう感じかって。だから同じものが買えないんですもん。ちょっと今探してるのでちょっと待っててくださいね。で乗せます。もう鏡も見ないで今乗せてますからね私。シュッシュ髪の毛みたいなシュッシュ。せめて鏡ちょっと見ていいですか。違うとこついてますね。やっぱりここですね。はい、これを上に上げていって、そうですね、はい、こんな感じで、あとここにピンを留めていきます。これダイソーで見つけたんです。ほら止まるんですよ。かわいいでしょね。いくつか留めていきます。好きなところに留められるんですよ。どうです、こんなのもあるんです。見えます、くるくるくるってこうやって入れるんですって。これのダイソーにあったんです。ほら止まるんですよ。可愛くないですかね。口紅かきますね。これはニベア。その前に輪郭だけかきますね。口が小さいから大きくかくんです。なんか口ないと悲しいですよね。ちょっと大きくなるでしょ、描くと。あ、大きくなりすぎたかな。ちょっと変です間違えちゃったかな。この色意外と硬いのこれ入れていきます。あ、綺麗な色ですよ。どうです、いかがです。こんな感じです。じゃあ完成したのでこれで行ってきます。また後で。ちっちゃくバイバイ。
い花持っていますよね。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからアンチエイジング、小顔作り、メイクや健康、ファッション、それから京都のおすすめ大人旅など、この動画でたくさん上げていきますので、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。